安来市を流れ日本海に注ぐ白田川と飯無川の2つの川が形成してきた島根県有数の穀倉地帯、野木平野。ここを舞台に今農業の未来を目指す取り組みが進められています。稲刈りが進むこちら、あちらのコンバインに秘密が隠されています。島根県内最大規模の経営面積189ヘクタールを誇る農業法人ファーム宇華商。取り組むのは農業に ICT を活用するスマート農業です。収量、食味、それから地力、水分、そういうものが自動的に借りながら、タンクにいっぱいになったところで計測をかけて、こちらのコンバインで収穫された米は収量や食味などの数値が直接パソコンに送られデータとして一元管理されます。一つ一つ紙ベースであったものがデータで一括でやれますので、一目でここは取れてるな、ここは取れてないなっていうのが見えるかなというふうに思います。ファーム宇華商では水田のデータを一元管理することで、これまで経験と勘に頼ってきた作業を効率的に進めると同時に、無農薬で育てる無洗米をブランド化し、通常の米の3倍から4倍近い収益を生み出すことに成功しました。最小限の経費をかけて最大限の収量、今の売上を上げていこうということに、非常に今の有意義なスマート農業だというふうに考えております。そのスマート農業を支えるのが圃場整備です。これまでばらつきのあった圃場の大きさを100メートル四方に統一し、大型機材が使えるようにしました。さらに稲刈りが進む田んぼ、その次の年にはこちらの田んぼのように大豆を育てることができるようになります。水はけの悪い田んぼなんですけれども、なぜそれができるようになるのか、地下に秘密があるんです。その秘密とは、圃場の下にパイプラインを埋め、給排水を簡単にする地下灌漑システムです。今まではですね、圃場整備するのにはですね、水田、こちらの主眼においたですね、整備を実施していた関係でですね、なかなかの畑にですね、すぐできるようなことができなかったんですけど、畑作ができるような整備をしていきたいというふうに考えております。圃場の下に給排水用のパイプを整備し、水はけを良くすることで、これまで数年かかった水田から畑への転換が翌年にはできるようになりました。米をも含めてですね、園芸、もう少し収益の高いものを組み込みながらですね、所得を向上する中で地域に活力を与えるようにしていきたいと思っております。転作が簡単になったことで実現した米頼り農業からの脱却。安来市の農業法人のきの里では、稲作と収益性の高いキャベツなどを組み合わせ、2年3作を実現しました。こちらは何になりますか？これは今年から初めて作った、ミニトマトのアンジェと言います。はい、ミニトマトや菜種栽培にも取り組み、伝統的な手法で絞る菜種油を商品化するなど、独自産業化にも力を入れています。お米の値段がだんだん下がってくればですね、じゃあこれから先どういう格好で、その収入、農業収入を、稼いでいくかということになれば、いろんなことに取り組まないといけませんが、将来を見据えた取り組みに若い就農者も惹かれ、この春農業法人には短大を卒業したばかりの男性が就職しました。学校ではできないような経験をたくさんさせてもらって、その時にすごい魅力を感じまして、それでここで働きたいなと思いました。未来の農業を目指す新規就農者。安来市では就農を定住と観光につなげる取り組みも始まっています。子どもたちがこの集落で
まあ、この安来市で育てていくことがいいなと、まあ、思った次第です。いちご農家の川村和人さん47歳、脱サラし3年前に安来市に移住しました。川村さんが家を建てたこの場所ではある構想が進められています。その定住IU ターンの方をなるべく早く求めて、まずは農家住宅を、まあ、建設していこうと。地元の農業者で作る宇加省東地区定住促進協議会が取り組むのは新規就農者の拠点作り。 1.4 ヘクタールの土地に住宅6棟を建て、農地で採れた米やイチゴを農家レストランや直売所で提供する計画です。さらに農業体験用の宿泊施設も作り、さらなる UI ターンを促す考えです。まあ、農業離れということもございますので、そこら辺を含めて、IU ターンを求めていこうと。で、まあ、合わせて、今後の、担い手も作っていこうという考え方を持っています。スマート農業、補助整備、新規就農の拠点作り、複数のキーワードで活路を見出す安来の農業の未来。その成功例は山陰地方のみならず、日本の農業の未来にも大きなヒントとなりそうです。